ここは今回の旅の始まりの場所でもある長野県駒ヶ根市にあるふるさとの丘です。中央アルプスが一望できるのでぜひおすすめです。ふるさとの丘でモルゲンロートを撮影した後、中央アルプスの千畳敷からを目指しました。絶景が待ってますのでぜひご期待ください。今日は2024年の3月10日です。今から長野県駒ヶ根市にある中央アルプス千畳敷カールに登ります。千畳敷カールへは車で行けないので、このように路線バスを使って行きます。千畳敷の宿泊者はチェックイン前に荷物を置かせてもらうことができます。南アルプスを一望できるテラス、カフェ、すごい。2018年に宿泊した時は裏口から屋外に出られたのですが、2024年はスリップのため閉鎖されていました。事故や怪我でもあったんでしょうか。すごい、見て。千畳敷カールへは、夏や秋の季節にも来ていますが、やっぱり雪原が最も綺麗ですね。ぜひおすすめです。あ、ここがいいんじゃない。今回もスノーシューを、持ってきたので、千畳敷カールの雪原を、みんなで散歩しました。友人はこうやって雪にダイブしていましたが、自分はもうおじさんなのでそんな元気はありません。ホテル千畳敷に併設されたレストランからは千畳敷カールが一望できます。自分は毎回来ると必ずソースカツ丼を食べます。ちなみにナレーションを入れるのは今回の動画が初めてですが、意外と楽にできますね。旅先で外せないのがコカ・コーラ。毎回飲んでしまう。千畳敷カールを散策し、お昼ご飯を食べた後はいよいよチェックインの時間です。今から、ホテル千畳敷の客室の様子をお見せします。よいしょ、オープン。広いよ。靴を脱ぎます。めっちゃ広いわ。ホテル千畳敷は常に人気で満室です。数ヶ月前に予約したんですが、今回も、客室からの景色は千畳敷カール側ではなく南アルプス側でした。ちょっと残念。そんなにこう急いで来ないという感じかもしれない。おー、すごい。誰もいない。今から、
南アルプスのアーベンロートを撮影します。いやこの辺りだな、この日は本当に快晴で条件が完璧でした。実は今のタイムラプスはニコンの ZF で、客室から撮影しています。こちらがホテル千畳敷の夕飯ですが、内容やロケーションを考えても本当にコスパのいいホテルです。ここからがお待ちかねの、星空の写真になります。氷点下、20度の中、仲間4人とオリオンが沈んでから天の川が昇るまで一晩中撮り続けた、その写真をご覧ください。氷点下約20度の中、一晩中天の川を撮り続けました。徹夜状態ですが、そのまま日の出モルゲンロートを撮影します。千畳敷カールの写真撮影旅、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ旅に出かけてみてはいかがでしょうか。それではまた。